なとこやったら通報されますよね。あ、分かれさせ、こっちピースしてますね。分かれさせやは全部同じ場所に行ける。だから狙いがあるの。相当なスタミナをね、一日に刈り取るっていうのは運動がない感じで、うん、作業のようなもんですね。対象者も、まあ、もう攻めるときは一気に攻めるみたいな感じだ。別れさせ屋も引き死が早いよね、そう考えたら。多分すぐ任務終わったらラインブロックとか、うん、もう匂い消しがね、うん、僕電池なくなるから進んでいきましょう、うん、ヒルズクラブ、バドミーヒルズ。なんかあるの、そういうレストランとか。いや、店とか、なんか。え？そう。それで行くのかなねえ、この人の横ではさすがに ねえ、でまたこの手早く済まそうとしてる感じがあるね。うわ、怖ー、笑ってた。あの今、うん、分かれさせこっち見て笑ってませんでした。どういう笑いだったの、それは。だからこっちに向けてちゃんとお前ら取っとけよってことじゃないですか。そういうフェイクも入れつつってこと、うん、それで行っちゃうかもよ、みたいな。すごい気抜かせないね。怖っ。自分のこう任務をしながら、相手のこう力量も測りながら、休ませないみたいな。はぁ、すごいね。すごい。めちゃくちゃすごいです。なんかよくわからんけど、スパイとかそういうことなんだね。ちょっとスキルの凄さを感じたね。ともあるけど、めちゃくちゃ綺麗だ。綺麗。え、あれ？グッチ？グッチ入る？いつ迷ってる？ついてきてるかみたいな遊び、これ。ちょっとした鬼ごっこみたいな。だって今まで全部そうですから。いや、もう確かにそうだけど、こんなところでやっちゃったら社会的信用も落ちるじゃないですか。ああ、どうなんですか。え、入った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 入
ました。出ました。まあこれで結果は違いなく黒ですね。うんだね。うん、まあまあもう十分でしょ証拠は。で一旦これで調査終了で、はい、そうしましょう。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、前回さんの方で別れさせ屋さんを用意していただいて、ちょっとその人の動きを調査してほしいということで、我々はちゃんとした会社であるとかそういう証拠をいただけないと、我々の僕とレッドスターの信用問題もあるので動けませんということだったんですが、まあ、後日ちゃんとした会社ですっていうのと、過去の経歴とかも来られてきたので、我々は今回ゼロエンターでやらせてもらいました。で指定された日にち別れさせ屋さんの動きを調査してきました。それはこちらでございます。まず竹芝にいてこの男性ですね、はい、ナンバー2ですね、はい、ナンバー2とこう会いまして、だから多分この会った時にもうものすごい仲いい感じで、もうボディタッチとかハグしたりチューしたりとか、まあもちろんしてて、だからその前に何回かどっかで接触してお会いしてるってことですよね。決定的瞬間を取るっていうので今回だったと思うんですけども、僕らからしたらちょっとびっくりしております。向こう側に中の方が珍しくこう行って、でこの後これ分かんないかもしれないですけど、なぜさんが指定したところに別れさせ屋は全部同じ場所で行ってるんですか。なんか狙いがあるんですか。僕とレッドスター的にはね、喋ってたんですよね、うん、さんが指定した場所と別れさせ屋が同じ場所にすることで、うん、過去の記憶よりも私の記憶の方が素敵でしょって上書き保存するための、うん、なんか別れさせ屋の手法があるのかなと思ったりしたんですけど、うん、それはご存知じゃないですか。さすが探偵さんですね。はい、回ってますね。ああ、やっぱそういうのあるんですか。はい、へえ。あそこは別れさせ屋 の, その彼女に全てを一任しているので、まあ、お任せしてるんですけど、まあ、おそらくそういうことだと思う。あ、そういうところがあるんですね。見どころですね。どうした。